ひどいよ。いつまでもマコの真似してんじゃねえ、ハリメヌイ。なんだ、バレてたんだ。どうしてわかったの？マコなら寝起きは口元によだれの跡があるはずだからな。何それ、くだらない。ああ、ユウコちゃんと遊ぶのも飽きてきちゃった。奇遇だな。私もてめえの面を見るのは飽きたよ。いい加減本体でかかってこい。心配しなくても、僕が正真正銘本体だよ。だからこれで最後だよ。ま、終わるのはリュウコちゃんだけどね。言ってろ、行くぞ鮮血。ああ、ジーイ一体カマイ鮮血。いざ尋常に決闘開始。こっちから行くぜ。ダウンタイム。ダウンタイム。ダウンタイム。ガードブレイク。決意表明演説開始。私はお前を許さねえ。お前らの勝手な理屈なんか知らねえし、クキもねえ。無理無理、その程度で僕は倒せないよ。危険絶対死ぬから。ダメ、ガードブレイク。あー、そうだね。死ぬこんな。ダメ、ダウンタイム。ダウンタイム。ダウンタイム。What? She counted my count like a bloody dumbass.Got her again. Let's go for help. 決意表明演説開始。お前のヘラズブチを聞く気はねえ。てめえをぶっ倒して父さんを殺した理由を聞かせてもらう。覚悟しろ、ハリメヌイ。そうならの継続。遅すぎてあくびが出ちまいそうだ。お前の動きはそんな亀みたい。無理無理、その程度で僕は倒せないよ。それ人間だったね。We did want to pull off like the secret art Fibulos, but maybe next time. Boss of us, anyway.いいことを教えてあげる。君の父親から断ち切りバサミを奪えと僕に命令したのはサツキちゃんだよ。あいつのことだ。何か理由があんだろ。
リュウコ、これからどうする？親子喧嘩に興味はねえが、サツキを助けるって約束しちまったからな。まったく、素直じゃないな。おっと、その前に。気持ちよさそうに寝てんな。リュウコ。ああ、ド派手な親子喧嘩してそうだ。ちょっと急ぐぞ、赤血。そんなに母に構ってほしいか、サツキ。おっと、神羅高血。データを取らせてもらいますよ。ラジオおば様、ノノも忘れなの。聖なる者の前で騒がしい。もう少し静かにできないのかね。まいったね。今ので全くダメージを受けてないっていうのか。ちょっとお猿さん、どうにかしなさいよ。なんか必殺技とかないの？すでに全力でやっている。貴様ら、何をうろたえている？サツキ様の前で集体を晒すな。この命ある限り、キリュウインサツキは諦めん。苦戦してるようだな、キリュウインサツキ。いざ尋常に決闘開始。こっちから行くぞ。ガードブレイク。ガーディン、わかってるよ。もう相手じゃなさそうだしな。油断しませんぞ。真のカヌー。じゃあ、これ。生命誠意に歯向かう愚か者だ。我らの副従者。貴様らの見事そうといて。何？決着。Okay, I know now. That was my mistake. I let her charge. Yes. いざ尋常に決闘開始。カウンターヒット。油断しない。ほら、ほら、呼吸をよくしてやる。そうだ。わあ。そうだ。ほら、ほら、呼吸をよくしてやる。そうだ。まあ、こっちだぞ。ほらそ、ラウンター人。そうだ。なんだ。決意表明演説。開始。勝てる相手じゃなさそうだしな。面倒ごとに巻き込みやがって。お前らの事情は知らねえが。試練反論側論破。武をわきまえ。無料。ラウンター人。よしよせんぞ。どうや、反対して、やめる、私の気をよくしてやる。なんでよ、こっちだぞ。なんでよ。But she didn't, she doesn't care. 決意表明演説開始。 Which makes it harder. We're going for help again. 面倒ごとに巻き込みやがって。お前らの事情は知らねえが、お前を倒せば丸く収まるんだろう。手っ取り早く片付けをしてもらうぜ。継続。I don't really think I gained much in terms of health. こいやつだな。ユーザーのでかいだけの薄野郎なんて、私の敵じゃねえよ。いい加減、負けを認めるんだな。終了。俺とお前で、貴様へ道を開くぞ。足を止めるのは尺だな。ユーザーが我慢してやるよ。何？決着。That does damage.いざ尋常に決闘開始。ついてこれ。Let's go。
決意表明演説。That's what I wanted to do. I managed to get it at least once. これで終わりなのか？何よ転校生、文句でもあるの？そういうわけじゃねえけど、原初生命繊維を滅ぼしてこそ私の宿願は果たされる。カバーズの意志の代弁者たるキリュウィン・ラゲオは倒れた。人は服の奴隷にはならない。これが私の人の答えだ！やはりマトイ・リュウコ、お前が得意点だったか。マトイ・リュウコが得意点？どういう意味だ？いまだ自覚なしか。まるで道化だな、サツキ。この世界はお前の望んだ未来が、妄想が現実となったものだよ。何を言っている？生命繊維は事象にすら干渉する。カムイ純血がお前の妄想を具現化し現実に表したものが今のこのいびつな世界。それでも純血より強い生命繊維を持つ私であればこの世界を丸ごと乗っ取ることはできる。それどころか前倒しして眉星降誕を始めることもできた。マトイ・リュウコ、イレギュラーな存在としてこの世界を蝕む貴様さえいなければな。
何をわけのわからねえこと言ってやがる。だが、まあいい。所詮サツキが生み出したいびつな世界だ。せいぜいあがくがいい。その結末を見届けられないのが残念だ。この世界が私の願望だと。ユイサツキ、あいつ何をぼーっとしてやがる。最後までサツキ様に逆らうとはどしがたい。しつこいアプローチは女の子に嫌われるわよ。最後の悪あがきか。さすがにもう精神狩り縫いを受けたりはしない。いけない。ラ行の生命繊維を原初生命繊維が吸収してしまう。まさか俺たちが倒したカバーズまで吸収してる。ちょっと犬くん、これどうなってんのよ。どうも自身の危機に原初生命繊維がその本能からあらゆる生命繊維を取り込もうとしているようだね。気をつけろ。油断すると我々ごと極性服も取り込まれるぞ。触らせはしない。肝心なところで役立たねえ。とにかくあれを倒せば終わりなんだろ。俺たち本能寺四天王はサツキ様の最強の矛にして最強の盾。サツキ様は俺たちに任せていけ。マトイリュウコ。サツキ様への攻撃が集中している今が逆に勝機だ。これまでのデータから見てもマトイリュウコの力があれば原初生命繊維に勝てるだろう。アニマでやってしまいなさい。あいつカッコつけやがって。行くか前決。なんだか嬉しそうだな、リュウ。うるせえ、行くぞ。